ようございます、今からあるところに向かいます。向こう側の空が明るくなってきました。朝焼けがいい感じに映っています。到着しました。さっきよりだいぶ空も明るくなってきていますが、まだ月があそこに出ています。どこだと思いますか？あそこに鳥居が見えます。皆さんおはようございます。今日は5月1日土曜日、5月のスタートです。AM 4時49分ぐらいなんですけど、こんな朝早くからどこに来ているかというと、こちら白山姫神社に来ています。3月1日から1日参りを始めまして、今日も仕事の前の白山からの8号線が混む前の時間帯にお参りに参りました。それでは行ってきたいと思います。中は結構背の高い木に囲まれた森って感じです。私はいつも1日参りはこの表参道から歩いて行っています。ちょっと暗くて怖い感じです。急に滝があって、この音に癒されます。名前が書いてあります。琵琶滝というそうです。いいですね。朝の澄んだ空気なので、すごくマイナスイオンを感じます。奥に鳥居が見えてきました。ちょっと怖い感じの見た目です。
階段を登っていくとまたまた鳥居があります。結構お参りの方が1日は早朝から何人かいらっしゃっていました。指定天然記念物の大ケヤキです。すごいでっかいんですけど途中でなくなってしまっています。ここから手取川を見ることができます。だいぶ奥の方なのであの辺ですかね。この奥のあたりに川が流れています。川の音は結構こっちまで聞こえていてすごく自然の中にいる感じです。説明が書いてあります。本殿の前に先にこの荒御前神社というところにお参りをしてから本殿にお参りします。神社の境内の中はものすごい背の高い木がいっぱい生えていてかなり神秘的な空気に包まれています。太陽は内側ですかね、ちょっとオレンジっぽい感じです。本殿の中ではさらにしっかりとご祈祷されていらっしゃる方もたくさんおいでました。はい、お参りが終わったので帰りたいと思います。来た時よりかなり明るくなりました。暖かくなって日中に来てもすごくここは雰囲気もいいのでかなり癒されます。すごい山肌っていう感じの道ですね。さっきの手取川の方の道です。この帰り道の間中響く小鳥のさえずりと木々のざわざわにぜひ日頃の心を癒してもらってくださいませ。
こにも小さい川が流れていて、すごく水の音が気持ちいい感じです。川が流れています。あっという間に出口に着いてしまいました。今月もよろしくお願いします。はい、お参りしてる間にだいぶ外も明るくなりました。はい、ということで、先ほどお参りを済ませてきたわけなんですけれども、1日参りは1日の午前中にこう地元の大きな神様だったりとか、守ってくださってる神様にお参りをしに行くことを1日参りというらしいんですけれども、諸説あるようなんですけれど、私が1日参りを始めようと思ったきっかけや理由っていうのが、このコロナ禍の中でやっぱりすごくお客様から励ましていただくこととか、勇気をいただくこととか、前向きにならせていただくこととか、私たちがまたこう力にならせていただきたいなって思うようなことをたくさん経験させていただいて、何かこう私もこのエネルギーを今直接はなかなか届けられないっていう方もおいでる中で、何かできたらなということで、先月の3月1日から始めさせていただいて、お休みの日はもうちょっと遅めに来るんですけど、お仕事の日はこう仕事に間に合うように余裕を持って来ようということで、真っ暗は怖いのでだいたい日の出にめがけて白山まで来てるような感じになってます。でもすごく自分の中でやってみて改めて良かったなというか、いいなと思った点は、やっぱり1ヶ月の振り返りをその月の次の月の1日にするだけでも、こう次の月の1日の始まりに、あ、今月はじゃあこういう月にしたいなとか、あ、先月思い返してみればあんないいことがあったとか、ここはちょっとできなかったっていう振り返りが1日参りをしようとすることによってできるので、やっぱりこう毎日何気なく過ごしていくと、何に向かっていってるのかとか、何のためにしているのかっていうことを忘れがちになっちゃうんですけど、特に1日はやっぱりこう心をリセットしてというか、もう一回一から今月も頑張ろうみたいな始まりの日なので、今日もそうなんですけど、こう1日参りをすることによってすごく自分の中でどういう風な仕事をしたいのか、私はどういうエステティシャンになりたいのか、どういうエステティックをお客様にしていきたいのかっていうことがすごく明確になって、1ヶ月の励みになるので、すごくやってみてて今すごいいいなと思ってまして、ちょっと春から始めたので夏秋と来て冬が怖いんですけど、でも1年は絶対続けようと心に決めてますので、なのでこれからも1日参りを続けてみたいと思います。なかなか普段こういうところに来れないなっていう方にも、少しでもちょっと姫神社のパワーをこの動画を通してお届けできたらなと思いますので、またぜひぜひ動画を見て励みになっていただけたらと思います。それでは今月も5月いい月になりますように願いを込めまして動画を締めくくりたいと思います。この動画を見て良かったと思っていただけた方は、ぜひグッドボタンやコメント、そしてチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録者数もまだまだ伸ばしていきたいので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。いい5月にしましょう。